中小企業がしっかり、伸びていく、あるいはいわば中小企業が変異していくという、まあ、そういう時代を作っていく、世界の中でどんどん伸びていくことが必要な、そういう支援も行っていきたいと思います。安売りではなくしっかり技術をブランディングして、紙のことよかったらね、これでおかげさまでですね、売り上げも2012年当時に倍以上になりました。社員さんも当時80名ぐらいだったのが今現在135名、はい、もう地域貢献も十分に果たしているのではないかと思っております。日本だけでなく今シリコンバレーに向けても拠点を作るべく頑張っております。やはりですね、日本の板金製造業界の中では本当にやはり日本一を目指しまして、これから頑張っていきたいと思っておりますので、6名ずつを性障害者の方を入れていただきながら、レックスパートナーって言葉なんですが、これが受けてですね、結構パートナーのものに災害防止のために、はい、企業でちょっとつまずいた性障害を受け入れて、女性男性と分けてはいけないんですよね。将来的には一つの人として、人間として、日本人として社会をもっと豊かにしていくために、一人一人がどういう行動をしていくべきかっていうのをしっかり考えていけるような日本にしていく。